どうも皆様こんにちは、グリードです。今回はガリソン、どっちが読み方正しいのかわかりませんけど、まあ、ギャリソンでいきましょう。ギャリソンハードポイント100キル動画になります。なんですけどね、ちょっと動画撮ってなくて喋ってなかったんですね。途中から7分ぐらいから喋り出すんですけど、基本的に僕って撮影前はね、1、2戦こうアップがてら、行くんですよ、公開マッチで。その1試合目の時でしたね。で、ちょっと迷彩会場、まあ、DM ウルトラ解放したんですけど、まあ、追加武器迷彩は完了してないので、まあ、ちょっとグローザと新しく追加されてたショットガンをちょっと迷彩解除やっとくかみたいな感じでポロポロとね、なんかやってたらね、100キルいっちゃったんで。で、ギャリソンで100キルって結構珍しいと思うんですよね。ニュークタウンとか、あとクロスロードですね。そこの狭いマップで100キルは結構ポコポコ出るんだけど、まあそれ以外のマップってさすがにね、結構難しいと思うので、まあ珍しいからちょっと無言だけど上げるかと思って。まあだけどね、前半戦ほとんど無言だけどそのまま上げるのさすがに手抜きだなと思ったんで、まあちょっと後付けで今回も喋りたいと思います。なんかすごい最近ね、後付け多いね。すげえ後付け多いんだけど、意外とね、後付けが好評でしたね。まあでも、多分トーク動画も最近出してるんで、まあそっちの方かな。そっちのことを言ってるのかな、多分、好評なのは。まあでもね、トーク動画は本当ね、定期的にちょっと出していこうかなと思ってますよ。だから本当ね、質問系はね、コメントで書いてくれるとね、嬉しいですね。まあ動画のネタになるかもしれない。まあ、ネタに、ならないようなコメントは、ちょっとならないようなコメントでちょっと失礼かもしれないんですけど、まあ、動画にしなくてもサクッと答えられるような質問は、まあ普通にコメント返してちょんとね、パパパパーンとね、返していきたいと思いますんでよろしくお願いします。次ね、再来週か、ラッシュバトルトーナメントっていう大会をね、またラッシュで開くんですけど、まあまたね、その時ね、大会実況解説するんで、やっぱね、こう、喋ることもね、ちゃんとしていかないとなと思って。まあ、前回はね、ちょっとね、僕目線でこう、喋りすぎたというか、なんかもっとこう、初心者から見たらここが一番注目できるよね、みたいな。注目するよね、みたいなところをメインでこう喋っていけたらなと思ってるんでね。ちょっとね、その辺ね、期待していただいて、お願いします。ラッシュバトルトーナメントまた、僕のチャンネルでやるんでよろしくお願いします。で、今週は、なんかすげえお知らせ系バンバン喋ってるけど、今週はですね、また僕たち、オールドeeスポーツですね。ハント、グッピー、僕、あとゼファっていうね、ゼファくん、COD の海外情報とかね、YouTube で上げてるゼファくんと、また大会今週出るんですよ、ミスズハイっていうね。なので、今週また、交流戦のね、配信をちょろちょろと始めていきます。いや、前回の大会ね、CAG さんの大会か、まあ、準決勝で負けてベスト4だったんですけど、まあ、やっぱりね、現役チームはもうどんどん練習してるから毎日、もうすごい強くなってるんだよね。おっさん勢がちょこっと練習した程度じゃ勝てなくなってきてるんですよ。まあ、それはね、もう仕方ないというか、それはもう現役チームね、いっぱい練習しててどんどん強くなっててもすごいなっていう感じなんですけど、まあなんかね、やっぱりね、おっさんたちも、うちらもハンティーとか、グッピーとか、もうね、まあ、選手でこう活動してたんで、やっぱこう、負けず嫌いが出るんですよね、すごく。だから、すげえ前回大会負けた時悔しくて、もうハンティーたちもなんか、練習ガチでやりたいね、みたいな。まあでも実際ね、そんなガチで練習できる時間は僕たちはそんなないので、まあだけど、大会のこう1週間ぐらい前からはちょっとね、頑張りたいと思いますよ、練習。まあでもね、こう、寮ではやっぱ現役チームには勝てないので、ちょっとやっぱ頭を使って質の面でなんとかしていきたいなと。戦略はそうですね、質の面でなんとかしていきたいなと思っております。まあ具体的には、まあ、そうだな、まあ、チーム会議増やしたりとか、海外の配信一緒に見るとか、どっちかというと、こう、練習を、実技をガンガン回すっていうより、まあ、そういう、リスポンの把握だったり、戦略面を増やして、ワンチャンサーチとか、現役チームに勝てたらなっていう感じなんですけどね。それもうワンチャン狙ったような感じだけど。まあでも、最近もね、僕ね、まあ、海外のプロの配信、かなりちょっと見るようにしてて、まあ、単純にその大会云々っていうより、まあ、
やっぱ COD 下手くそになりたくないので海外勢の配信僕も個人的に見てるんですけど、これまた動画にしようかな。僕がおすすめする見てる海外プロプレイヤーみたいな感じで、まあ、コメントで興味ありますっていうコメントがあったらちょっと動画にしようかなと思うんですけど、そうだな、最近は、まあ、ガンレスとか、まあ、ツーパクって前も言ったツーパクっていうサーチアナリストの人だったりとか、個人視点ではそうかな、とスカイズとか、まあ、ガンレスはね、まあ、最近の作品ではあんまり活躍してないんですけどね。まあデビュー時はかなりビースト呼ばれてて、もちろん今もめちゃくちゃ強いんですけどね。今どこ行ったかな、フロリダかな、どこかな。まあ感度がね、多分ね55なのかな、ガンレスは。そう多分今も55だと思うんですけど、その影響で僕もちょっとね最近55にして、まあちょっとねいい感じになってきてるんで、感度の設定が。まあこれもちょっとまた詳しく動画にできるかな。ちょっとね今作の感度の、決め方というか、まあ、おすすめの感度っていうのはね、前の動画で言った通りないんですけど、人それぞれなんでね、ないんですけど、まあ僕はこれでハマりましたよっていう、今作の感度はっていうのをね、また動画で説明しようかなと思っております。さあ、なんかそんなことを、なんか最近のことをちょろちょろと話してたら、6分半経ちました。でそろそろね、この当時の僕がプレイ中、当時の僕がね喋り出す頃だと思うんで、まあそしたらねちょっと後付けの方はバイチャーってしたいと思うんですけど、さあ空爆パン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 って呼んで、やっぱりねこの空爆だね、空爆のおかげでこれ100キルいったよね。ほらやっぱ回転数でどんどん回して、バンバン飛ばしていく方がキルが稼げる。さあこれね、リスポーンねめちゃくちゃ厳しい展開なんですよね。こっから奥からどんどん入ってくるからね。さあでもこれ取れたかな。あ、これそろそろね、僕リアルタイムじゃないけど、当時の僕が喋り出すんで、喋り出すって言ってもあんまり喋ってないんですけどボソボソ喋る程度なんですけど、まあ、ちょっと後付けはこの辺にして、リアルタイムじゃないけど当時の僕に喋っていただこうと思います。というわけで、お疲れ様でした。なんかこの試合やばない？え？なんかこの試合100キルいくんじゃない？なんかなんとなくやってたんだけど、なんとなく迷彩解除やってただけなんだけど、てん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 、わあもうまたおなら、もうどんだけみんな好きなおなら、最近多すぎないか？お、これ見えてる？いい回避だ。よいしょ。また？嘘でしょ。多すぎだよ。さすがに。流れ悪ちんち。どうしようかな。これは、こっちか。また？いや、そっちかい。湧いてくるんじゃないのかい。ん？今エイムアシスト引っかかったよな。気のせいか。敵のじゃない？で、ショットガンに持ち替えて、いないな。オッケー。ショットガンに持ち替えて、来ない。誰も来ないね。珍しいね。やべ、あー、そっちか、正面だったか。体出しすぎたやつね、これね。よし。これ左から行こう。イエーイ。飛び出しちゃう、このやつ。わお。
そんなところに。これ正面、あ、これもう空爆呼んじゃおう。適当になんかその辺にも。タイムアップになるな。どうだこれ、どうだ。いや、負け、試合にも負けそうだな。味方ポイント入れるか？ワイは、あいつは、あれはほっといて大丈夫。こっちは援護しよう。大丈夫だね。橋は来て、あ、いたね、今。登ってこないか。登ってこないんか。いやー、ローテされてるんだよな。厳しい。あ、分けた。待って、おバレた？バレたね。脇は変わってない。いやー、マジか、こんな来る？あ、でもリスがいい。これ空爆出して、死んでる。空爆呼んでる間に味方が入ってくれたら、うれぴー！リスが飛ぶのこれ。あ、負けた。あれ？あれ？全然連キルしてないけど、ガリソンハードポイントで100キルは初めてですね。はい、というわけで、お疲れ様でした。今日は、動画撮る気じゃなかったんですけど、この試合。全く喋ってなかったんですけど、たまにはね、こういう試合もいいんじゃないでしょうか、ということで、せっかくね、100キル、これ初めて撮れたんで、あげたいと思います。よかったら、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。